はい、おはようございます。村岡正則です。今日はですね、東京湾のボートシーバスにやってきました。ここは川ですね、大きな川で、これから水深5メーターぐらいのところの、河口にね溜まってるこの城についてるスズキをやってみようかなということで、やってみたいと思います。アングラーはねめちゃくちゃいます。釣れてる話は聞かないけど、俺んとこには入ってきてないけど、情報はアングラーはめちゃくちゃいますね。はい、ってことでやってみたいと思います。で、今日ちょっと、首掛けで GoPro でやりたいと思います。はい、で今日はですね、8月3日のオーシャンですね。5時半満潮で、今4時半なんで、満潮1時間前ですね。満タンの満タン、潮位211センチ、高気圧が来て200センチってとこですかね。まあ非常にいい塩梅かと思います。で、まあ連日35度34度みたいな気温が続いてるので、ちょっと状況はどうなのかわかんないですね。水見た感じはあんまり良さそうな感じはしません。ちょっと自分はハワイ来たり帰ってきてるのドタバタしてたんで、ワンオクの釣りは2週間ぶりですね。まあぼちぼち1本、目標1本ですね、やってみたいと思います。はい、それで、ルアーはね、バボチ200ですね。15番目、ずっと密かにやってたようです。去年の秋以来のサンプルがやってきました。でかいな。うん、まあ存在感抜群ですね。こんなん使ってくれる人いるんかな。 GT ポッパー並みに重いですよ。潜ってねえか。潜ってはないですね。うん、まあ飛距離はこんなもんじゃないでしょうか。南風が3から5メーターってところですかね。激潮もあと1時間で満潮なんですけど、最後の走り、まあ、夏のねこの朝方の満潮すごいちょい高いんで、ぐーっと上がって気持ちいいね味が最後まで続くんですよ。魚はいますね。魚探反応は結構あります。シーバスがいるな。シーバスはいる。だいたい5メーターより下にいますね。まあなんかの表紙でね全然水面出てくると思うんですけど、うん、今日も東京は慌ただしいですね。救急車に、先ほど消防車も通っておりましたが、自分もねすごい慌ただしい日々を過ごしております。20代30代の時のようなやっぱ体力とか気持ちというかな、なんかそういうのもねどこかで衰えてはいるんで、新しいね事業も着々と進んでるんですけど、まあ、進めば進むだけやるべきこともどん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 的確になっていくので、いやーどっかで心の5分の1ぐらいはなんかそんなこともしないでおとなしく余生を過ごしてたらよかったんじゃないかみたいなことも思ったりもするんですけど、でも残りの8割や楽しさを求めるために始めたわけですから、それを楽しもうと思って。さあ到着だ。まあまあ早いですね。水深6メーターで5メーターぐらいのとこにベイト反応が多いです。はい、でまあいろいろね忙しくしているわけですが、まあ、まずハワイにね7月行ってまいりました。で2月に高橋祐介とね、ボンフィッシュ釣りに行ったんですね。で2月のハワイは曇りの日が多くて、でボンフィッシュを釣るにはあんまりいいシーズンではない。要は浅瀬で晴れた日に偏光グラスで、まあ、ギリギリ見つけられるっていうのがボンフィッシュのようで、まあ、実際晴れた日1日もなかったんですね。そんな時挑んでしまったんですが、
まあ、それでもねブラインドって要は、まあ、いるだろう前提でどんどん投げていくって形で自分も3発かなかけたりしてでね釣ることもできました。でまあその時の様子を、まあ、上げたねあの自撮り兆候いくつだったかで上がったんですけど、それ見たアピアさんがですね、まあ、アピアのうつしさんもボンフィッシュにねハマってんですよね。で1月に行ってねガイドつけてやってたらしいんですけど、まあ、その今度は自分にガイドつけてガイドが案内するとこ で今アピアさんで作ってる竿があるんですね。で、まあ、ボンフィッシュ用ってわけではなくて、でも海のその1グラムから3グラムぐらいのルアーを繊細に動かして繊細にかけてでも大物も取れるっていうですね、そういう竿を作ってるそうで、まあ、それにボンフィッシュがちょうどいいじゃないかということで、でハワイでね釣ってくれって言うんでまたね7月行ってきたんですね。で今回は2キャッチだったかな、2本取れたんですけど、でももう本当に楽しい釣りです。本当に楽しい釣り、なんかねボンフィッシュは顔つきが濁いっぽくてあんまりこう得る人間から見てかっこいいルックスの魚ではないんですよね。ちょっと間抜けなキュートさキュートさもある顔してるんですけど、もうねフライフィッシャーマンにとっては夢の魚、いつか挑みたいみたいなね感じで思われてる魚なんで、写真はねその辺フライフィッシングから見でいっぱい見てて、まあそんなに興味もなかったんですけど、でもとんでもない引きをするっていう話を聞いて、しかもそれがここ近年ねルアーで狙えることが確立してきたっていうんで今ついてきて実際かけて、もう圧倒的なそのファーストランですね、浅場でかけた魚であんなに走る魚ないんじゃないかって、人によって 100m ぐらい走るっていうね、水深 30cm で 100m 走られてくって、まあまあすごいですよ。これ無限に続くんじゃないかっていうね、そんな感じがするような怖さを感じる状態なんですけど、まあそんな釣りができるわけですね。でもこれは面白いっていう思いますし、まあ一回釣るともうそのね魚に対するリスペクトですね、とんでもない引きするっていうんで、面白いもんで魚体が魚がかっこよく見えてくるんですよね。もうメタリックボディがヒラスズキ以上なんで、キラキラのねボディに、まあカチコチってほどでもないけど、いわゆる中の身がもう筋肉の塊っていうんですかね、そのぐらいの硬い身をしてまして、はい。でそんなねボンフィッシュにすっかりハマってしまって、で帰ってきて、まあ、またねちょっとハワイ行きたいなと思ったんだけど、ハワイきついんですよ。やっぱ円安激しいし、海外のね物価高っていうのもあって、まあ多分俺がそれこそ10年前ぐらいに比べると旅費は倍ぐらいになってんじゃないですかね、トータルで。で自分が22、3歳の時初めて行った時に比べたら、まあ同じような旅してないですけど、もう何倍にも物価が上がってて、今普通に旅行会社でツアー申し込んでも、まあ、10万もかかっちゃうようなね、まあ、そんな状態なので、なかなかねどうしようかなっていうことを思いながら、なんか他にって思ったら、まあね、国内にねボンフィッシュっていないのかなっていう。昔石垣島でアビラ湾っていうなんか綺麗な湾があるんですけど、そこの遊覧船乗ってた時にボンフィッシュが見れますよっつって、稲子朝日です、朝日、稲子が、あれこれいい感じの割れ方じゃない、夜明け特有、沖に出てく稲子、シバスついてないけど、ついてたら面白いけど、はい。で石垣島でねそんな話も聞いたことあったので、なんか石垣島ぐらい行ってみようかなと思って、でやったことがない、特にルアーフィッシングでまだ全然確立されてないんで、ちょっとやってみようかなと思って、計画を組んでたら、とあるツアー会社さんがなんと国内ボンフィッシュっていうフィッシングツアーをやってて、でそれもまだ開拓中なんですよね。だけどあこれちょっと行ってみようと思って、申し込んできて、お盆明けのね8月後半に行ってまいります。その様子もね全部動画に撮るんで楽しみにしておいてください。国内で釣れるとなったら面白い気がするんですよね。
アクションとしてはいいですね。もう全然申し分ない。これでいいんじゃないかと思うけど、この城のサイズが分かんないな。はい、アルゴ160です。ああ、もう針先がほとんど生きてないな。9本中3、4本しか生きてないけど、なでも言うほど人いないですね。一番釣れそうなこのラインは人がいない。本日のタックルはアピアのメガソウルですね。 C63H プラスのスピニングバージョン、ここのところ、ね、よく使ってるんですけど、まあ、こういうまさにこういうアルゴ160とかアルゴ200とか、まあ、そういった辺ですかね。モンスタースライダーとかね、この辺を投げて動かしやすい竿をというのを目指して作ってます。まあ自分が作ってるというよりはもう浜さんが作ったベイトのねモデルの変える必要ないかなって感じで、そのまま使ってます。でもうこれで結構ね結果も出てるし、使ってて何にも問題ないんで、もうこれでいいんじゃないかって感じでアピアさんには返事をしてます。でスピニングのいいとこはですね、こうこれ分かる、この釣りやったら分かるんですけど、ベイトタックルだけで、まあ、1日やってるとですね、ベイトタックルってやっぱこう持つので、で実際まあちょっと手首の角度変えて疲れない角度でねやるんですが、やっぱどうしてもリールをハンドル巻くのでバッチリしたとても力を入れやすい手首の角度で差を動かすというのがやっぱちょっと難しいんですよね。手首使うんですが、手首と肘で負担を分けながらやるしかないんですけど、スピニングの場合いわゆるトンカチ持ちができるんですよ。で人間こうやって関節動かすと一番力が入るし楽にできるから、トンカチってこう持って打つんですよね。どうしてもこうクォータープラグを強い入力させるとき下にねロッドを叩くわけですが、その叩く動きをとても持ちやすいのがスピニングかなと思います。でベイトの方が、まあ、ちょっとこう受けた感じでやるので、力が入れにくいがゆえに、腱鞘炎みたいなね、なんか何とも言えない痛さ、慢性疲労が蓄積してくるんですよね。まあ、やり込んだ人は分かると思います。で自分も手首はまだいいけど、肘がやっぱ途中でなんか肘の筋がシクシク痛くなってくるんで、まあ、これ昔野球部だった時から野球で肘痛かったんで、まあ、その古傷みたいなとこなのか野球肘の名残が痛むのか分かんないけど、まあ、そんなんでね、ちょっとベイト1日やりきれないななんて思ってたんですけど、まあ、スピニングとこう併用ですね。だからちょっとベイトで疲れたらこっちでやるとかと思って、ちょっとスピニングを提案というか作ってくださいって感じでアピアには頼んでたんですね。そしたらまあいい具合っていうのと、まあ慣れてくるとスピニングで何でもできるんで、もうこっちばっか使うようになっちゃってるんですけど、あともう一ついいのは手が濡れないことです。やっぱベイトリールでねこれだけのまあ大型プラグ投げるとトラブルの回避のためにまあ P5 号ぐらい、上手な人で3号とかで、下手したらまあ5号ぐらい使ってる人が多いんですかね。で5号のラインだとやっぱ水跳ねがすごくて、もうあっという間にね、やっぱ冬ですね、冬とかの水が冷たい時にね手が濡れてくるとやっぱりこうちょっとストレスを感じる、冷たいな寒いなって思うんで、それがないっていうのがスピニングのいいところですかね。の下でトアミやってるおじいちゃんがいる。懐かしいな、俺が小学生の時からあの橋の下ではトアミを投げるおじいちゃんがいて、で生後と田っ子とハゼ、ほとんど田っ子なんですけど、あれ何取りたかったんだろうな。でまあ横で釣りしてるとね、トアミの中身ってすごい興味津々だから、子供心にはもう釣り中断してずっとおじいちゃんの横でねトアミ投げた後何が上がってくるかを見てましたよね。あれが35年前だから、さすがに同じおじいちゃんじゃないと思うんだよな。おじいちゃん35年は生きないだろうから、うん、なんか動きが俊敏、あ、てかなんか助っ人が走ってってるからなんだろう、
今日満タンで、もう上の普段、まあ、ここ来た人分かると思うんですけど、平らな足場があるんですけど、この足場まで水かぶってるんで、このね、夏の大潮の、まあ、いわゆる東京湾の潮位でいう200センチオーバーの時ってめちゃくちゃ活性上がるんですよね。なんでだろうな。一つは多分普段行かないとこまで水が行くので、まあ、そういったとこにいた虫とかがやっぱりこう溺れて出てきたりして餌として供給されやすいから、まあ、スズキが虫食うってわけじゃないとしても、その虫を食うね小魚がいたりして、でそれを狙ってっていうことと、まあ、普段行けない浅瀬に行けるからスズキもテンション高いんじゃないですかね多分。でまあ、夏は気圧が下がれば下がるほど潮位が上がります。それから東京湾なんかだと南風が吹く日が多いんで、南風が吹くと潮位が上がります。で大潮満潮だとタイドグラフだけで200センチ210とか出ますよね。大潮周りの満潮出ますってなると、その辺が噛み合うと240センチとか記録する時があるんですよね。でそれ以上上がると水門閉まっちゃったりして運河の中流れなくなっちゃうんですけど、そのタイミングが本当、そういう時の港湾部最強です。個人的にいつも本当に釣りしかしたことなくて、でまあ大体護岸が被っちゃうんで、まあ自分は B3 で、夏暑いんで B3 でね濡れる前提でやってましたね昔は。この橋の下で、自分はルアーでは初めてシーバス釣ったのはこの橋の下なんですよね。あれは何年前だ、17歳の夏なんで、今年50、17歳になる、高2って17になる年だから、16歳だったのか、まだ。まあ、強烈な一撃でした。70センチぐらいだったんだけど、まあ、散々もうね電気浮きでは80、90も釣ってたんで、そのスズキの大きさとかスズキを釣るってこと自体は別に興奮もしなかったんですけど、まあ、やっぱりルアーっていうね、こんな、まあ、当時木でできたおもちゃでスズキが食ってくんのかっていうね、そのルアーフィッシングの一番最初の壁ですよね。こんなもんで魚食うのみたいな。これ餌釣りやってた人ほど当然壁高くなるけども、自分も本当にその壁高くて、でやってると周りの人もそんなんで釣れるわけないだろうって言って、なんかもう青磯目とかね、あのふさがきにして流したり、まあここは手長エビの流し釣りが本当に強かったんで、自分は手長エビをつけて、手長エビつけて投げて、で電気浮きで流してっても釣れるんですけど、なんか本当に活性高い時はもう電気浮きつけてんですけど、投げた後引っ張るんですよね。で引っ張って手長エビの仕掛けを明暗に入れていくみたいな感じで、まあ、今思えばあれルアーでもよかったんじゃねえかと思うんですけど、だからね、そんな釣りしてたんですよね。まあそんな子供だったんで、まあルアーつけて投げてればそれはそのうちねシーバス釣れるわけですが、もうあの一本目の衝撃がこんな人生にさせるとは思わなかったです。ここ来るたんびに思い出しますね。あの時と、まあマンションはチラチラ増えたり、スカイツリーが立ったり、いろいろありますけど、このね、屋形船とか船宿とか、橋の感じは全く変わんないですよね。はい、ではちょっとルアーを描いて、この野郎ですね、180、こいつを投げていきたいと思います。釣れそう、いい動きだ。海に近い方がこの城の反応出てますね。でスズキは逆に映ってないけどいるんでしょうか、どうなんでしょう。スズキの位置とこの城の位置が合ってないのかな。まあこういったね大場所ではこの野郎、まあ小技効くんですけど、こうちょんちょんやったりね、どっちかといえば引き重りがね最大化する、ズシーンとした感じでブン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 と魚体をこんな感じで振って、フローティングバイブレーションってノリで使ってるぐらいでもいいと思います。これがやっぱ結局どん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 投げていけるんで、広い範囲を探れるっていうのと、波動が強烈っていうんですかね、で疲れないただ巻きなんで、結局結果出すのはいつものパターンだったりしますよね。前回もそうですけどね。
村岡さんって呼んでる。バレましたか。いや気持ちいいけど、いよいよ日差しがじりじりと肌に刺すようになってきましたね。5時40分、27度、ギリギリですね。蒸し暑いんで、湿気があるから。水深3メーター、この辺ちょっと浅いんですよね。カキセがあって浅いところ、よく出るところだけど残念ながら出ないですね。違うか。さあ満潮過ぎたので、こっから川が下げ出すと、川が下げ出すんですが、風とねぶつかるんで、しばらく船が流れない時間になっちゃうんですね。だいぶ動かなくなってきました。まだゆったり上流に流れてるけど、でこれ動かなくなると、まあかったるいんですよ。1匹ぐらい釣りたいな。スズキは結構入ってますね。なんか魚探にね映ってんですけど、この辺スズキだと思います。で多分ベイト薄いのと、まあ、スズキも6メーターラインにいるんで、水深8メーターなんで、ね、ちょっとこれだと出てくる気もちょっとしないけど、今日こういう釣りしようと思ったんで、こういうルアーしか持ってきてないんですよね。鉄板バイブなんか引けばチャンスあるかもしれないけど、先月もね1回来てこの野郎でねなんか出たんで、それが味わいたいなと思ってまた来ちゃった。ニコッパリいませんね。最初海に近い方結構いましたけど、もう一番深い辺はいないから、調子悪いんでしょうね。増加情報が出てると比較的人が入ってくるところなんで、今日この竿しか持ってきてない。さあで、まあ、あと数日自分も仕事したら、まあ、夏休みかな、夏休みに入るんですけど、まあ、今年もね、千葉の館山にある別荘でのんびり、まあのんびりしないんだけど、のんびり東京的感覚ではのんびりしに行くんですが、実際行った先は連日自分の友達、子供の友達、家族、それからうちの社員だったりね、いろんな人が遊び来るんで、全然のんびりしないで、むしろめちゃくちゃハードワークなんですけど、まあめちゃくちゃ遊びます。で8月8日館山花火大会もあるし、海にね、釣りに、サウナに、バーベキューに、いろんな遊びをしながら過ごしたいと思ってます。あ、え、あ、リングが、あ、こんなことあんだ。お、え、こんなことあんの。へえ、初めての現象が開いたかな。リングとかじゃなくて8缶みたいなこういうやつなんですけど、ちょっとまあ緩んでてですね、怖、まあ、こういうことがあります。ゴンってなんか引っ張られた感じがあったんですけど、なんだろう、それで開いたのかな。キットじゃないですよね、ゴミをどついたような。でもこの野郎は発売してから、シーバスはもちろんなんですけど、自分が使ってほしかったのは伊藤とアカメの人だったんですよね。で水中でこれだけ強烈なこう水をブンブン動かす波動出すルアー、まあ、このジャンルちょっと全部知ってるわけじゃないんで一番とは言えないんですが、なかなかこれだけ強い波動出すルアーないぞって思ってるん でそれをこのフロントアイの、ね、下にもう1個アイがあって、まあ、自分の要望でつけたんですけど、そこにね 5g とか 7g とか 10g の重りをねここにつけるわけです。ここにアイがあるわけです。でここにつけて、そうするとこんな感じで前重りで水深5メーターでも7メーターでも沈むんですね。で根がかんないです。エギと同じようにワーム自体フローティングなので、こう根がからず水中で立つんですね、浮力があるから。で引けばブン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 動くんで、まあそこの方にいるコトヒキとか、チヌ、クロダイの小さいのとかね、そういうのをアカメとか食ってるんで、まあ、その辺のパターンに当ててほしいなと思って、で自分も発売したら行きたいなと思いつつも、なかなかね高知遠いんで行けないんですけど、先月かな、2、3本この野郎で
とんでもないね、大きさの赤目釣ってる人がいて嬉しいですよね。なんか同じイメージを共有して、まあ、どんな使い方かわかんないけど、もうなんかきっと多分そういう確信を持って使って釣ってくれてるって思うと、ルアーフィッシングってこう餌釣りじゃないので、ね、全ての釣りにはイメージがあるんですけど、その、ね、イメージを共有できるっていうんですかね、自分がきっとこういう動きでこういうアクションでこういう場所でこんな時にこういう風に使ったら絶対食うに違いないと思って、食ってほしいと思って作ったルアーを全然ね、こう会ったこともない誰かが同じイメージを抱いて結果につなげてくれる、まあ、若干当然ね違うこと多々あると思うんだけど、とはいってもね、ルアーデザイナーの最大の喜びなんじゃないかなって思います。で、ちっちゃいルアーもそうなんだけど、これでかいルアーほどね、やっぱりそこが絞られると思うので、その絞られたイメージにはめてくれる人本当に嬉しいですよね。この辺がベイトが美味しい、スズキもいるんだけどな、下げ出し、この満潮のね潮止まり一瞬浮くんじゃないかなと思って期待もしてたんだけど、浮かなかったですね。まあさすがに水温も高い時期で、人も魚もきつい時期です。多分再来週かな、来週末に台風の襲来があって、その時あの太平洋側通るんで一瞬北が吹くんですよね。北西なればいいけど北東が吹くと、もう吹かないかな、日本海側の方をね台風が抜けていくときは北東がビュービュー吹いちゃうんで、そうするとね東京湾は青潮が出ます。で今年は夏めちゃくちゃ暑くて毎日日照りでずっと南風なんで、多分千葉県沖幕張沖の深いラインのね貧酸素水は相当なもんだと思います。多分この数年で一番レベルまででかくなってると思うんで、今年の青潮はひどいですね。多分、まあ、青潮の時なぜか青潮の日毎年釣り行く日が多いんで、バスクリーン色のね潮を見ると、まあ釣りもいいんだけど酸欠で苦しんでるマゴチとかコノシロとかスズキとか横向いてパクパクしてると、もうとりあえずかわいそうなんで、船だと15分10分も走ればその死の水で支配されてる水域から逃げられるんですよね。だけどやっぱ魚は GPS がないんで、どっちに泳いだら逃げられ られるか分かんないんで、もうねこのイケスとか大活躍で、めちゃくちゃ魚詰め込んで救助活動とか、めちゃくちゃ多分資源に対して言えば 0.0 何パーセントしか救出できてないんですけど、まあ自分の暇つぶしとの一環みたいな気分で救出作業したりしますよね。ダメだ、船が流れなくなってきた。なんで俺って分かったんだろうな、さっきの人。今日ブルブルのウェア着てるから。おっ、切れちゃった、回収。高切れした時はボートはね回収できますんで、大事なことはどこに飛んでったか目を離さないことですね。あの辺だってなったら、同船者がいるときは結構あの辺を見ててくださいみたいな感じで見ててもらうと、この辺っつって探すと近くに来ればねあるといいんだけど、あったあった、うん、いい浮き姿勢ですね。この水平感がねすごい大事で、この揺れわかる、こう、ね、小技も効くんですよ、こういうわずかな揺れでね。モットの上だ、ガイド巻いたんでそれで切れちゃいました。さあ、じゃあちょっと6時になりましたんで、今日の撮影は終わりたいと思います。まあ、こんな調子で日々頑張っておりますが、あと新事業もね、自分が思ってるより進まないというか、何やるにもね一回測量しないととか、行政の認可を取らないととか、そういう感じで、自分はこう商社商業でねこういろいろやってきた人間なんで、まあそんなにね、まあもちろんものによっては許認可が必要なのもあるんだろうけど、そういうことなくさっと仕入れてさっと売るみたいな、自流に合わせてねお客さんのニーズを掴んでさっと仕入れてさっと売って生きてきた人間なんで、今もこう自分なりにこんなことあったら面白いんじゃないかっていう、東京圏にねこんなサービスがあってほしいと思いがあってやってるんですけど、そのサービスをね
やるにあたってのあらゆる規制法律、まあ、もちろんあの潜りでやるつもりもないんで順を追ってやってるんですよ。まあ大変です。苦労してやっております。新人の小野くんも頑張ってやってますので、まあ、それはねちょっと動きまだねまとめるに足りないぐらいの非常にもどかしい感じですね。まだまだなんですけど、そのうちまとめたいと思いますんで、今日の釣りはホゲ長湖ということで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おはよう日本。今日も暑いぜ。